皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。本日は石川県金沢に来ておりまして、さあこれからですよ、はい、美味しいコーヒーを作ろうということで、はい、リンナス金沢さんのちちちゃんに今日は、はい、ドリップしてもらいたいと思っております。よろしくお願いします、ね、何のことやらという方、もし万が一いらっしゃいましたら概要欄の方から過去動画チェックしていただいて、泰三がなぜ金沢にいるのかというところからね、ぜひご覧いただきたいと思います。この後もさまざまな動画、石川県でですね、私が取り組んでいるコーヒーのプロジェクトについて上がっていくと思いますので、ぜひチャンネル登録まだお済みでない方は登録の方もよろしくお願いいたします。ではちちちゃんはまだコーヒードリップはそこまでこうやっていないというか、やってないですね。やったことゼロってわけじゃないでしょ。ゼロではないです。ゼロではないですけど、正しいやり方とか、うん、全然意識してこなかったです。じゃあほぼデビューということでね、はい、今日は基本の木を、ちちゃんにですね、伝授して実際に入れてもらうということをね、これからチャレンジしたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いします。さてそれでは、こちらリンナス金沢さんではですね、この地元の美味しいコーヒー屋さんと提携をして、はい、そうなんです。こちらですよね、はい、タウンズフォークコーヒーさん。そうなんです。こちら私先ほど行ってきたんですけど、めちゃくちゃかっこいいお店じゃないですか。そうなんですよ、めちゃくちゃかっこいい、すごい素敵なお店で、まあ、マスターがデンマークでバリスタの修行されてきた。そうなんですよ。いや、ぜひちょっと私もね、うん、YouTube の取材でも伺いたいと思ってますけど、はい、このコーヒーがリンナス金沢さんで飲めるんですか。飲めます。しかもドリップしてくれるの。お望みであればします。そして手が空いてればってことでしょ。手が空いてれば、お時間があれば、ね、させてもらいますけど、でもあの客室にそのティーバッグを置いたりとか、あのフロントで販売、お土産として販売しようかななんて思っているところ。そっか、お部屋で入れられるようにコーヒーの、はい、あのドリップバッグみたいなやつが。そうですね、客室に楽しみじゃないですか。予定です。じゃあ今日はこの豆から入れてみるというところで、はい、行ってみましょうか。はい、まだ開けてないですよね。そうです、うんうんうん、開けてないものです。なんかエチオピアの俺が大好きなコーヒーだ。あ、本当ですか。気使って選んでくれたんじゃないの。そうです、ね、エチオピア好きってもいつも言ってるもんね。そうですだなと思って。この情報見て分かりますか。大体これを読み解けるかっていうのはまず、エチオピア、うん、ファーマーは農家さんの名前ね。これほとんど発音不可能なんでいいですよ。このリージョンの州イルガチェフェっていうのが一番重要、エチオピアで一番今あの乗っている産地なんですよね。あ、そうなんですね。そうそうそう、これすごい紅茶みたいな綺麗な味が出るコーヒーとして有名で、なるほど。で生成はウォッシュでしょ、うん、とにかくクリーンで綺麗なコーヒーができる。でこの品種に関してなんですけど、これはもう在来種でエチオピアの定番の品種なので、あとこのエチオピアといえば、そうそう、エチオピアといえばもう歴史が長すぎてどんな品種だかよくわかんねえみたいなことで言うんで、何々種とか特定できない領域になってきてるんで、もはや。そうなんですよ。であとはこの標高ね、はい、高いと思います、低いと思います。高いと思います。高いんですよね。コーヒーって2000メーターとか超えるともう寒すぎて枯れたりすることが起こるんで、1800から1850ってかなり高い。うん、高いとどうなるか。高いと、うん、なんでしょうね、酸味が出る、うん、全部知ってるじゃん。え、本当ですか。え、本当ですか。え、シアトルでバリスタの修行したいって言った雰囲気じゃないですか。標高高いとね、酸味が綺麗に出てくるんですよ。とにかくコーヒーは高い標高で作りたいんだけど、標高が高すぎるとコーヒーの木がやっぱりダメージ受けちゃうっていう難しいところで、ギリギリライン、これ見ただけで間違いなく美味しいコーヒーです。そして 50g で売ってるの、うん、これが最高に痺れますね。なんでですか。普通 100g で売るじゃないですか。だってこの袋にここまでしか入ってないんだよ、うん、触った感じ。確かに 100g で売るところが一般的な中、 50g で売ってるっていうのは、まあ、新鮮な状態で楽しんでくれっていうカフェのメッセージですよ。なるほど。でいい状態のものをこまめに買ってねっていう、これ素晴らしいことだなと思いますね。すごい。そうなんですね、うん、あとは焙煎日、だいたい今1週間ぐらいですね。そうですね、うん、21日1週間っていうと、こういったスペシャルティーコーヒーでいうと一番おいしいタイミング。
飲み頃、それを狙って用意しておいてくれたというね。そうです、素晴らしい、ありがとうございます、ね、こちらのエチオピアのウォッシュイルガチェフェ、ね、フォーゲですね、こちらのコーヒーを今から入れていきたいと思いますが、まずコーヒーってレシピがすごい重要なので、どういう設定にするか、なるほど、うん、これは豆の量ですね、うん、でどのぐらい細かく挽くか、うんうんね、そしてどのぐらいの温度でどのぐらいのスピードで入れるか、はい、主にこの4つの要素ですね、これをコントロールするということなんですけど、いきなりコントロールしてくださいというのはちょっと無理があるんで、大まかなレシピを僕は今日決めちゃいます、ね、お願いしますこの安心した表情、ね、いいですね、よかった、じゃそれでいきましょう、まずね、はい、うん、おそしてまずステップ1、くんかくんかからですねステップ1、くんかくんかから、はい、くんかくんかからお願いします。人のくんかくんか見るのに慣れてないからどうぞ、ありがとうございますうん、もうこの状態で美味しいね、 いい香りです、うん、ちょっとお茶っぽい、うーん、金沢にいるせいか、あ、なるほど、これ紅茶っていうよりはちょっと緑茶っぽい、うん、うん、ちょっともう一回、うん、ふんわりした柔らかい香り、うん、緑茶のこう爽やかな香りと一緒に少しシナモンっぽさとか、うん、あとブラウンシュガーの柔らかい甘みとかの漂ってきてますよね、うんうん、ブラウンシュガー、うん、なるほど、シナモン、カルダモンみたいなのもここでキャッチできると結構いいかもしれないですけどね、すごい、うん、そうなんですよ、タイ蔵式はなかなか入れないことで有名なので早くレシピをそう、本当だよ、すみません、レシピを行きましょう了解です、じゃあ今2杯分入れることにしましょう、わかりました、一応基本でね、で、何グラム使うかっていろんな論争があるんですけど、はい、まあ、何グラムでもいいんですよ、で結局どんなカップに注ぐかによって最終的な仕上がり量変わってくるので、今日は試しに、じゃあまあこれちょっと小さめのカップで何人かで分けて飲むとして、はい、ね、2杯分、2杯分で、こういうコーヒーの2杯分っていうのは何 cc かって一応決まってて、本当だ、伝統的な普通のコーヒーカップ、はい、あれ 130cc なんですよ、うんうん、で 130×2 っていうのが基本的にこのメモリですね、なるほど、なるほど、 260cc に対して、うん、まあ、2杯分に対して 20g、 2杯分に対して 20g、 1杯 10g、 すっごい簡単でしょ、わかりました、単純にそういう風にしていくっていうのは一応基本の木としてはね、覚えておいてください、はい、さあ、じゃあ計量しますね、いい顔してますね、いい顔してるよ、もうちょっとかわいいよね、エチオピアってどうですか、かわいい、このセンターカットの白いところがもう本当にエチオピアのウォッシュって感じ、色が独特だよね、さて、じゃあこれ一旦閉じておきまして、はい、10g 測りました、はい、今日はこれで引くんですね、そうです、ラッセルホブス、僕の大好きなブランド、これは、プロペラタイプのミルですね、ブーンって回転して粉砕する、うんうん、だいたいこういうのはね、こう振りながらシャーとか言ってシェイクして混ぜつつ回転させるっていうのが一番いいって言うんだけど、これどう考えてもそれ想定してないからかなりプロペラの刃に自信があるんだと思う、こいつやってみます、うん、このまま信じてやってみましょう、わかりました、さあ、では3秒刻みでちょっと様子見ましたが、都合どのぐらいですか、 17.5 秒、いや 17.68 ぐらいですかね、くらいですね、タイム17秒18秒ぐらいでちょうどいい感じになるのかなっていうところですね、さあ引き上がりまして、お湯沸きましたね、はい、で温度計があるとなおいいんですけど、ちょっとだけないでしょ、なくてもいいですよ、じゃあまず沸騰させましょう、今一回沸騰して温度が下がったところでポコポコきた、はい、ポコポコきた、あ、本当ですね、細かい泡が出てきた、はい、でこの底一面からこの泡が出始めたところで止めてください、わかりました、ボコボコ来てる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 、全部からですか、全部から出ないんだね、仕組み上この辺ですね、大きな泡がグラ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 出始めたぐらいで95、6度超え始めてるんで、でここから約1分待ってあげましょう、なるほど、で90度ぐらいまで落とす、うーん、
まあ、何度で入れるかで味ができてくるんですけど、こういういいコーヒーって何度入れても大体美味しいんで、90度っていうのを一つの目安にしましょう。90度でもっと柔らかい酸味が欲しければ温度低め、もっとエッジの立ったスキッとした感じが欲しければ温度高めとか、一応90度基本にしたらいいかもしれない。わかりました、うん、なのでグラグラに沸く直前で止める。でそこから1分間ぐらい温度下げてあげる、はい、でその間に紙折りましょう、はい、折り方知ってる？こっちとですか、うん、知ってんじゃん。もう入れたことはありますよ。ああああ豆に水を注ぐ、うんうんうん、合ってます豆にお水を注ぐ、うん、ほとんど正解ですね。これ一回折り目つけて戻さなくていいかもしれないですね、もしかしたら。このままですか、うん、折りっぱなし、横折るでしょ、うん、そしたら反対側に下を折る。あ、反対側に下を折る、うん、なるべく折れた状態で形が定着する。でわっと開いてあげて両方の2つの角頂点を軽く押してあげると、はい、もう台形の状態で形がなんとなくできるんで。こうですか？ギチって折って、もうこれでもかーぐらいギチってちぎれる直前ぐらいまで折ってあげる。でここパコッとはめ込んで、これが台形になったらスタートですね。わかりました、うん、なんとなく OK そんな感じですね。さあじゃあここにふんわりと粉を入れてあげて、んこれ 10g しか測ってなくない？これ10g しか測ってない。なんで 10g だったの？1杯にしたのかな。え、ちょっとアッピー早く教えてよ。体重完全に間違いで 10g。 さっきとほとんど引き目同じだしね。よかったです。さすがだね、才能を感じるねさあ結構怪しいなっていう話をしている間に、もう1分どころじゃないよね。いいでしょ別に。いいですか？90度下回ってると思います、ね、このぐらいの温度だ。このぐらいの温度なりの美味しさが出ますから十分です、このぐらいの温度で、はい、さあ行きましょう。じゃあここからですね、入れ方ね。入れ方の前が長かったねまずは一つだけルールがあります。紙に直接かけない、はい、粉にお湯を落とします。まあ真ん中がいいよねきっとね。でここから粉全体を湿らせてあげるっていうのがその位置ですね。あ、紙にかからないように。まあかかったからなんだってこともないんですけど、かかるとお湯が紙を伝わってお湯のまんま下に落ちるんで、うん、それはコーヒーと呼ばないっていうだけですよ。それはお湯と呼ぶっていうことですからで全体にかけてあげるとコーヒーからちょっとこう泡が出始めるでしょ、うんうん、でこれがコーヒーが焙煎の時に、まあ生み出す、うん、あのガスなんですよ、炭酸ガス、うん、これを抜いてあげるっていうのがステップ1ですね。ガスを抜く、うん、でちょうど粉と同じ量のお湯をかけてあげたいんですよ。でそうするともう漏れなくこういう感じになります。あ、なるほど、含んで、うん、ぴったり含んだよって感じでちょっと出始める。このぐらいが1投目のちょうどいい塩梅。まあ、慣れるまでは測ってもいいですよ。 20g に対して20から 30cc かけるとこういう現象が起こるんで。なるほど。で一応30秒待ちましょう。わかりました、うん、これが何秒かっていうのは豆が焙煎からどのぐらい経ってるか、焙煎がどのぐらい深いかによって変わるんですけど、基本30で、基本30、うん、さあ30秒以上も待っちゃいましたね。ここで真ん中から刺していきますね、うん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 、でこの膨らんだ粉の層全体がわーっと開いていくように上げていきましょう、はい、でどこまで上げるかっていう話なんですけど、うん、上げれば上げるほどすっきりした味が出る傾向にあります。でもまあカリタの場合は基本的に穴が3つでスピードが道具にコントロールされているので、まあ、そんなにどこまで上げようか変わらないですけどね。一応この高さの半分まで今日は上げてみます。仕上がり量はここに表示されます。2杯分まで、2っていうところまでですね。で、ん？ 3 つの穴からちゃんと出てないぞって感じするでしょ。本当ですね。これね、ペーパーが目詰まりを起こしちゃってるっていう状態なので、ちょっと強めにお湯をこう注いであげて、うんうん、紙に貼り付いてる微粉を動かしてあげた方がこういう場合スピードが上がりますね。微粉、そうそうそう、細かい粉が貼り付くと紙がもうお湯を通さなくなってくるんで、うん、
そういう時にあえてこうやって中で粉を動かしてあげるっていうのが一つのテクニック。あーすごい。でなんでこんなに細かい粉が出るのかっていうとこの子の特徴ですね。なるほど、うん、まあ、細かい粉がたくさん出ると抽出スピードが遅くなったり、うん、細かい粉からいろんな味の成分が出てくるので、まあ、言ってしまえばちょっとうるさいコーヒーになる傾向はある。でもまあうるさい人好きですか。うん、じゃあ違うの買おうか。よろしくお願いします。オーナーさんよろしくお願いします。ちちちゃんがうるさいやつは好きじゃないって言うんで、へこんでる人がおもろいわさあこれで仕上がりまで注ぎ切りましょう。すごい。とにかくこの3つ穴が開いてるのに全然3本出てないっていうね。でもこの設定はこの設定でなんか美味しさを生み出すように工夫ができると思うので。分かりました、うん、ちょっと次は粗めに引いてみてもいいかもしれない。18秒だったところ 16.78 秒ぐらいにしようか。難しいですそれで次へ行きましょう。で2杯分になったら最後まで落とし切る前に外しちゃう、うん、ボタボタが出ている時にこのまま外しちゃいましょう。うん、で2杯分の仕上がりね。なるほど、すごいぴったり。こんな感じです。おー、さすが。いやー、じゃあ一応先生のデモンストレーションということで飲んでみましょうか。はい、ちょっと下の方に濃い液体が、上の方に薄い液体がっていう風になる傾向があるから、うんうん、軽く混ぜてあげた方がいいかもって感じね。あーすごい。さあそれでは、ありがとうございます。さあそれでは召し上がれ。うん、うん、これはもう監督にコメントもらうしかないですね。監督、はい、ちょっとうちの総合審査員に飲んでもらいますので。よろしくお願いします、はい、お願いします。どうですかちっちゃん。いや私は結構好きな、うん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 、ザ・サードウェーブそうなんですかそれもみんなが好きなサードウェーブの中でもこう好き嫌いあるんですか。このここ好きけどここ嫌いみたいな。やばい。今の時代でも同じ浅煎りでもこっちが好きだけどこっちは好きじゃないみたいな、いろんな種類あるじゃないですか、うんうん、もう何人受けもする。すげえいいこと言ってる。浅煎りの今のここたちがみんな好きなすごいね監督。実はさっきあのこのタンズフォークさんに行って同じコメントをマスターにしてきたばっかり、すごいですね。だこれは北欧の中でもノルウェーでなくスウェーデンでなくデンマークの味の作り方なんじゃないのみたいな話をしてきたばっかなんだけど、天才私鼻もいいのかわからないんですけど、うん、いいんでしょきっと。豆引いて、パカって開けた瞬間から、うん、この味を予想して、うん、ちょっと大監督監督、キューグレーダーへの道、まもなくスタートですでも監督は結構男前なコーヒーっていうかね、しっかりしたコーヒーが好きな方なんで、はい、私のイメージとしては、もっと軽やかにしたかった。で一回入れてみて、うんうん、やっぱりちょっと引きが細かすぎたかなっていうか、しつこく引きすぎたかなって気がしましたね、うん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 、透明感と、まあ、透明感軽やかさほぼイコールですけど、うん、それと同時にやっぱり重さがあるので、うん、なるほど。これもうちょっと全体でスッとこうやって整えたい感じです、うん、今分かれてる感じ、うん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 、じゃあ次お願いします。ここクリアしてくださいここおそらく修正点としては粉の使用量はそのままでいいと思うので、はい、引く時間を、まあ、ちょっとだけ短くしてあげましょうってことですね、うんうん、16秒、うん、そうですね。あと最初にじっくりお湯を注いだんですけど、はい、あれもいらなかったかもしれない。一番最初ですか。一番最初ちょっと多めに注いで下にダーって出てくるぐらい入れちゃいましょう、はい、次は。わかりました、うん、あとお湯の温度はさっきよりちょっとだけ高めにしたいんで、うん、これ沸騰したところ止めて待ちすぎたでしょ話してて。確かに1分で注ぎ始めよう、うん、90度超えてる92度ぐらいで入れたいですね次は。92度という設定でちちちゃんの番です。よろしくお願いします頑張ります